大規模な土石流から2年1ヶ月となった熱海市伊豆山で、昨夜追悼と復興の思いを込めて4年ぶりに花火大会が開催されました。土石流災害と新型コロナの影響で4年ぶりの開催となった昨夜の花火大会では、はじめに土石流災害で亡くなった28人の犠牲者を悼む花火28発が打ち上げられ、訪れた遺族や地元の人たちが手を合わせました。犠牲になられた方々の心にも響いていると思います。いい花火でした。続いておよそ3000発の花火が15分間夜空を彩り、地元の人たちや観光客を魅了しました。地元の観光協会では少しずつイベントを復活させ、伊豆山の復興を後押ししていくということです。